こんにちは。今回は2色の糸で編む引き上げ編みの模様編みを紹介します。この引き上げた部分は長々編みで編みました。それ以外は長編みと細編みで編む模様編みです。編み方を編み図で説明します。全体はこのような編み図です。今回は2色の糸で編みますので、その編む糸ごとに色分けした編み図を作りました。今回は4個の模様を作りますので、模様1つが鎖編み4目が必要です。4個の模様を編みますから16目に端に1目必要で17目の作り目で編み始めます。最初は長編みです。立ち上がりの鎖編み3目を編んで、作り目にすべて長編みを編みます。そして2段目で鎖編みを編みながら戻ってきます。その次の3段目で長々編みの引き上げ編みを編みますが、最初は1段目の長編みを編みます。2段目はまたその時に説明します。作り目の鎖編みを17目編みました。1段目は長編みですから、立ち上がりの鎖編み3目を編んで、次は長編みを編みます。鎖編みのここから1、2、3、4、5個目の鎖編みの裏山に長編みを編みます。長編みを裏山を拾って長編みを編んでいきます。鎖編みの裏山を拾って一目に一目の長編みを編んで、ここまで長編みを編みます。1段目の長編みを編みました。2段目は糸を変えますので、1段目の長編みの最後に引き抜くときに、ここで糸を変えます。次は、こちらの黄色い糸で編みます。最初だけは、鎖編み、1目を緩めに編んで、この緩めに編んだ鎖編みを最後の長編みの仕上げに通します。この状態で2段目を編み始めます。2段目の編み方を編み図で説明します。1段目の長編みを編んだところから2段目は黄色い糸に取り替えて細編みを編みますので、鎖編み1目を編んで編み地を裏返します。1段目の長編みの頭に細編みを編んで鎖編み3目を編み、次は細編みです。長編みも3目開けた4個目に細編みを編み、鎖編み3目を編んで、4個目の長編みに細編み、鎖編み3目を編んで、4個目の長編みに細編みです。鎖編み3目を編んで、最後は最初の立ち上がりの鎖編み3目の3個目に細編みを編みます。これが2段目の編み方です。次は2段目です。黄色い糸に取り替えたところから、鎖編み1目を編んで、編み地を裏返します。すぐ根元に細編みを1回編みます。そして、少しどちらの糸も引いておいてください。細編み1目を編んだら、次は鎖編み3目を編んで、1段目の長編みも3目開けた4個目のところに細編みを編みます。これが2段目の模様です。鎖編み3目を編んで4個目の長編みに細編みを編み、鎖編み3目を編んで4個目の長編みに細編みです。
鎖編み3目を編んで、4個目のところは最初に鎖編み3目を編んだ。鎖編み3目の3個目のところに細編みを編んで、これが2段目の編み方です。次の3段目を編み図で説明します。次は3段目です。2段目で糸を変えて最後に細編みを編んだところです。3段目は長編みを編みます。鎖編み3目を編んで、前段の鎖編み3目のところに長編み3目を編みます。次は長長編みの引き上げ編みを編みます。長編み3目を鎖編み3目のところに編み、次は長長編みを細編みを飛ばした1段目の長編みの足を拾って、長長編みの表引き上げ編みを編みます。次は鎖編み3目のところに長編み3目。次に長長編みの引き上げ編みです。引き上げ編みを編むのは細編みを飛ばした1段目の長編みのところです。これを繰り返して、最後は引き上げ編みではなく普通の長編みを編んで終わります。長編みを編むのは2段目の細編みのところに編みます。そして次の段は2段目と同じ編み方ですが、ここでまた糸を変えて、4段目と5段目は水色の糸で編みます。これを繰り返していきます。次は3段目です。3段目は最初は長編みを編みますから、立ち上がりの鎖編み3目を編んで、編み地を裏返します。次に長編みを編むのは、鎖編み3目のところです。鎖編み3目のところに長編み3目を編みます。鎖編み3目に長編み3目を編み、次は長長編みの引き上げ編みを編みます。長長編みは針に2回糸を巻いて、引き上げ編みを編むのは、長編み3目を編んだ。その次に、前段で細編みを編んだ長編みの足を拾って、ここに長長編みの引き上げ編みを編みます。針に2回糸を巻いて、細編みの下にある長編みを拾います。1段目の長編みを拾って、糸をかけて引き出します。この時も少し長めに糸を引き出してください。長長編みですから、2本の糸を引き抜き、また2本の糸を引き抜き、もう一回2本の糸を引き抜いて、長長編みの引き上げ編みを編みました。次は鎖編み3目のところに、長編み3目を編みます。そして次はまた長長編みの引き上げ編みです。針に2回糸を巻いて、細編みの下の1段目の長編みの足を拾って、長長編みを編みます。少し長めに引き出して、2本引き抜き、2本引き抜き、もう一回2本引き抜いて、長長編みの引き上げ編みを編みました。この模様を繰り返します。鎖編み3目のところに長編み3目。次は長長編みの引き上げ編みです。細編みの下にある長編みの足を拾って、長長編みを編みます。
そして次の鎖編み3目のところには長編み3目を編みます。最後は引き上げ編みではなく普通の長編みを最初の細編みのところに編んで、この時もこれで長編みが仕上がりますが、ここで水色の糸に取り替えて、水色の糸で最後を編んで、これで3段目ができました。次は2段目と同じように編みます。糸を変えて鎖編み1目を編んで編み地を裏返します。すぐ根元に細編みを編み、鎖編み3目を編んで、長編み3目を飛ばした、その次の長々編みの引き上げ編みのところです。この引き上げ編みをしたところに細編みを編み、鎖編み3目を編んで、長編み3目を飛ばした4個目のところが引き上げ編みですから、ここに細編みを編み、鎖編み3目を編んで、4個目の長々編みの頭に細編み、鎖編み3目を編んで、最後は4個目は立ち上がりの鎖編み3目のところですから、鎖編み3目の3個目に細編みを編みます。これで4段目ができました。次の5段目は3段目と同じです。長編みを編みますから、鎖編み3目を編んで編み地を裏返します。次は鎖編み3目のところに長編み3目、細編みを編んだ下の長々編みの足を拾って引き上げ編みを編みます。鎖編み3目のところに長編み3目を編み、次は長々編みの引き上げ編みです。針に2回糸を巻いて細編みを編んだその下にある長々編みの引き上げ編みをしたところです。このところに針を入れて長めに引き出して長々編みを編みます。これがこの段の模様です。次も鎖編み3目のところに長編み3目を編みます。そして次は長々編みです。針に2回糸を巻いて細編みのその下の長々編みの足を拾って長々編みを編みます。糸を長めに引き出して長々編みを編みます。この時、糸を引き出すのが少ないとだんだん丸まってきてしまいますから、長々編みは糸を長めに引き出して平らになるように編んでください。次は鎖編み3目のところに長編み3目を編み、次の細編みの下の長々編みのところに長々編みを編みます。長々編みの引き上げ編みを編んで、次は鎖編み3目のところに長編み3目を編みます。そして最後は長々編みではなく長編みを最初の細編みの頭に編みますが、この時も最後の長編みの仕上げの時にまた黄色の糸に取り替えて長編みを仕上げます。そして鎖編み1目を編んで編み地を裏返し、すぐ根元に細編みを編み、鎖編み3目を編んで4個目の長々編みの頭に細編み、鎖編み3目を編んで4個目の長々編みの頭に細編みです。
これを繰り返します。鎖編み3目を編んで、4個目に長々編みの頭に細編み。鎖編み3目を編んで、4個目は鎖編みの3個目に細編みです。次は、鎖編み3目を編んで編み地を裏返し、ここと同じように編んでいきます。鎖編み3目のところに長編み3目を編み。次は長々編みを細編みの下の、その前の段の長々編みの引き上げ編みのところに長々編みの引き上げ編みを編みます。これを繰り返します。鎖編み3目のところに長編み3目。次は長々編みを長々編みの引き上げ編みの足を拾って長々編みを編みます。この編み方を繰り返して模様を作ります。2色の糸で編む模様編みを紹介しました。長編み、長々編みの引き上げ編み、鎖編み、細編みで編む模様編みです。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。